操作したいです。りょくさんは小田原線で起きた無差別殺人事件についてどう思われますか？サラダ油がガソリンであれば、京アニ事件を超えるスタンスだと思います。えっと、まあそのあのまあその爆発すると思った油をばらまいたら爆発しなかったっていうものすごく頭の悪い人だったんですけど、あの？そうなんで、僕その犯罪者を見ると、あのこの人もうちょっと頭が良かったら、もうちょっとうまくやれるよなっていうのを結構考えちゃうんですよね。 で、まあ、その考えでもう一段階行くと、頭が良かったら犯罪しないわなっていうので、まあ、落ち着くんですけど、その、僕はあの、完全犯罪を考えるのが割と好きなタイプだったりするんですよ。なので、あの、まあ、例えばその、地下鉄サリン事件っていうのって、サリンという毒ガスを作ったんですけど、あれを肩でつっついて開けたんですよ。え、次元装置作ればって思うじゃないですか。 要はその、あの、袋に、あの、なんか、線香とかつけといて、だんで、その線香の根元とかになんか燃えやすいものとか置いとけば、あの、だんだんこう時間が経ったら燃えて、で、それで袋が破れてサリに出るじゃないですか。で、そのなんか線香が燃えてるのを見たら人が驚いちゃうよねとかあったら、なんかあの、カバンに入れるとかすれば、別にあの、なんか、傘でつっつかなくても全然できねえとかって思っちゃうんですよ。で、そのじゃあ、あの、サラダ油とかもまず家で実験したらって思うんですよね。 そのサラダ油をバーンってばらまいて、まあ、ライターや、風呂場とかでやったら、あ、これ火つかないわってわかると思うんですよ。だから何だったら火つくのっていろいろ試したら多分わかると思うんですよね。っていうのがあって、だから本当に何かやりたいことがあったらちゃんと実験して本番環境でも成立するようにやるべきだと思うので、なんでやんないんだろうみんなバカなのかなってなった後に、あ、犯罪者だからバカなんだって気づくっていうのを僕ね、毎回これやってるんですよ。あの、なんかその犯罪を見るたびに、なんでこうやんないんだろうって考えちゃうんですよね。本当にすいません。はい。 いや、別に僕はやんないですよ。あ <laughs> れ <laughs>。<laughs>